はい、皆様お待たせいたしました。ここからは斉藤ひとりさんのお話です。大きな拍手をお願いいたします。聞こえるかな。ちょっと喉やられてっからね、声が出ないんだよね。聞こえるかい？何日か前にね、風邪ひいてね、高熱出して今病み上がりだから、いつも言ってること変だけど今日はもっと変だよ。じゃあ、これ俺持ってなきゃなんだけど。はい、はい、OK、 じゃあ始めます。今日はね、自分に優しく人に優しくって話します。この順番間違えちゃダメだよって。必ず自分に優しくなきゃダメなの。で、優しいっていう字はね、憂えてる人の隣に人が寄り添ってるって書くんだよね。だから自分が憂えてる時に、ひとりさん頑張ったねとかさ、ひとりさんいい子だねとかね、ひとりさん成績良かったねとか、そういうのは嘘か。自分にね、優しくしてあげるとね、優しいってどういうことか分かるんだよね。で、優しいってことがどういうことか分からないと人に優しくできないんだよ。英語でも何でも、自分が英語喋れない人は人に教えられないでしょ。よく人に優しく自分に厳しくとかっていうことね、自分に厳しいやつって人には倍ぐらい厳しいよ。で、自分に優しくできると自然と人にも優しくできるようになるし、それから周りに優しい人が増えてくるとね、優勢っていうのは優れた軍団ができるんだよね。だからこの人たちは優しいの。最終的に優しい人が一番強いんだよね。で、今日の話は終わりだな。じゃあもう少し喋るね。御神木の話。御神木って神社にあるでしょ。神社行くと御神木があるって言うけどね、御神木があるから神社なの。御神木のが先なんだよ。大概神社って高いところにあったんだけど、その高いところにあって高い木があるの。当たり前じゃないかって言うけど、当たり前じゃないの。台風にやられちゃう、それから雷に打たれちゃう、何百年間守られてる木があるの。すくすく伸びて守られる場所を癒しろちって言って守られる場所なんだよね。で、ここに原始の人たちってのは、ここに霊験を感じてそこに神社を作ろうっていう。で、何言いたいのかって言うとね、文字教あるからね。俺が忘れちゃったよ。未熟な親っているの。未熟な親ってさ、うちの親っていい親だったな。俺が勉強できないとさ、
あんた勉強向きじゃないから学校向きじゃないから社会出たら出世するよとかね言ってくれたんだよね。運動会なんか行くとね、俺足遅かったんだよね。それなのに応援団がすごいんだよあれで思ったね、いくら応援されても足は速くならないね中にはね、成績がいいと褒めてくれる人、学校の成績、スポーツの成績がいいと褒めてくれる人、怒らないまでもなんかどうしたのとかってがっかりした顔するのね。あのがっかりした顔で子供って傷ついちゃうんだよね。俺なんか最初から成績悪かったから一回もがっかりさせたことない生地最初にいい点取っちゃうとあとつらいよね。で、何言いたいんですかって言うとね、未熟な親のもとに生まれると子供って傷つくんだけど、それが引きずってきちゃうんだよね。だけどあれ、お父さんお母さんってね、仮の親なの。本当の親は神様なの。だから何回も生まれ変わるときに、兄弟で生まれるときもあるし、親で生まれるときもあるし、仇のときもあるんだよね。一番修行しやすいとこへ生まれてくるようになってるんだ。わかるかな。わかんないよな、うん、それでね、例えばさ、嫌味しか言わないお母さんとかいるんだよ。お父さんとかな、ハワイ行ってきたよとかって、あんたばっかり言っていいねとかね、嫌味言う人とかいるんだよね。そういう人に会った時ね、神社行きな。神社のご神木を自分の親だと思うので、手合わせてね、お父さんこういうことあったよ、お母さんこういうことあったよって言うと、すごいエネルギーもらえるの。神のエネルギーが落ちてるところで拝むとエネルギーもらえるの。だ、手合わせて、ご神木に手合わせて、こんなことがあったよ、あんなことがあったよって言うとね、涙出てくるの。通じるから、通じてるよってお知らせがあるの。他の木でもいいじゃないかって、いいんだけど、あんまり木にこうやって拝んでると怪しい人だと思う一応ご神木は大丈夫なようになってるからね。本当に心救われるよ。今ね、もう少し話そうか。今ね、うちの人たち講演活動をやってくれてんのね。ひとりさんがお願いして講演やってって、やらない人は呼んでちょうだいっていう話してて、聞いててあれって思うことがあるか分かんないんで説明しとくね。例えばさっきの親の話した時に、自分があんまり重荷が背負っちゃってるとね、動けなくなっちゃうの。パワーがなくて、辛い経験しすぎちゃうとね。で、花井ちゃんがね、親のせいにしてもいいんだよっていう話してるの。なぜかというと、荷物を下ろさないと動けなくなっちゃうから。で、花井ちゃんの話が必要な人ってね、 20%、 15% から 20% いるのよ。 1% って120万人だからね、日本の人口の。15% ったら大変な方よ。知ってるけど言わないよ で、真由ちゃんが話するときね、自分の人生は自分の責任だよっていう話すると、花江ちゃんと言ってること違うじゃないかと思う人はいるけど、そうじゃないの。花江ちゃんは一旦下ろそうよって言ってんの。一旦下ろして楽になろうよって。で、下ろした後のことなんだけど、親のせいだ親のせいだって、いいし、ちょっとこれ寒いな ダブルだからねあ、こっちだけつけといて
真由美ちゃんの話じゃないけどね、自分の人生は自分の責任だよっていうのはさ、いつまでも親のせいとか人のせいにはしてられないよ。本当に自分の人生って自分が責任取らないといけないの。責任取るってことが舵を握るってことなんだよね。自分の人生の舵自分で握ってりゃどこでも行けんだよ。幸せになりたいんですって言いながらね、船ほっといたら船ってどこ行くか分かんないんだよ。ハワイ行きたいんですってだん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 寒くなってきたり、ペンギンが出てきたらおかしいんだよ流氷が出てきたりとか、おかしくない私幸せになりたいんだよねって、そしたら家事持とうよって話ね。恵美子さんがね、大丈夫って話してんの。この話大体オールマイティーなの。大体オールマイティーなの。大体はね、あの親の過干渉っつってね、親がね異常に心配するのと構いすぎるんだよね。あの心配性の親に育てられると心配性になっちゃうの。でまたそういうとこってね、心配する人がいっぱい集まってくんの。そう、大丈夫だよっていう話、すごくいい話なんだよね。それからね、純ちゃんのこれから話する内容が忘れちゃった無理しないって話するんだよね。無理しない、なんでかというとね、成功ってね、無理しちゃダメなの。だいたいね、サラリーマンの人でも 70% 以上の力出して仕事しちゃダメだよ。悲壮感が漂ってくるから。だいたい一番人間がうまくいくのはね、70の力なの。30は遊び持ってないとダメだよ。だから無理っていうのは道理が合ってないってことなの。無理しちゃダメだよ。純ちゃんにこの前言ったのね、あの俺たち下町の生まれじゃない、下町っていいんだよ。最近純ちゃんお金持ちになったらホテルでもなんでも一流のとこしか泊まんなくなったんだよねそこに無理があるんだよそうなんだよ。一人さんも回転寿司食べるんですかとかよく言われるのね。食べるよって吉野家だって、やっぱりこれも寒いわもう申し訳ないね。そうね、一人さん回転寿司食べるんですか、食べるよって、吉野家で行くんですかと、行くよとかって、中に夢が壊れるって人いるんだよねと、俺で夢見るなよって俺は食いたいんだよ。ノブちゃんがね、今ひとりさんみたくなりたいって言ったことがあるのね。でひとりさんみたくなるってできないよって、あのね、この中にいる人全部指紋が違うの、目の形も違うの。簡単に言うと、皮膚をこうやって取るとDNA 検査すると全員日本中違うの。細胞も違うの、指紋も違う、顔も違う、全部違うの。わかるかな。だから人は人になれないの。だからひとりさん見たくなることはできないので、俺がのぶちゃん見たくなることもできないの。簡単に言うとね、猫に向かってお前は将来虎になるんだとか言われてもタンポポに向かってさ、お前はバラとして生きろとかって言われてもね、俺たちは俺たちとしてしか生きられないんだよね。それで誰でも自分の花咲か、好きなら咲くんだよ。ひとりさんはひとりさんとしての花咲かしてんの、恵美子さんは恵美子さんとしての花咲かしてんの。うちの社長たちバラバラなの。よくまあこんだけ意見の合わないやつが集まったなと思ってるけど、そうじゃなくてもともとバラバラなの。俺のお弟子さんっつっても全部違うの。時々ね、ひとりさんのお弟子さんなのにこんなことする人がいるのとか、あんなことする人がいるのとかって言うけど、未熟だから弟子になったの。
もし優秀なら俺が弟子になってんだから。それでも手を取り合ってね、俺たち少しずつ少しずつ良くなってんの。10年単位で良くなってんの。理恵さんの許します。理恵さんのとこって有料でお金取ってんだよね。お金取ってでも相談してもらいたいとしても 15% ぐらいいるの。許すってね、自分を許すことなの。あの、相手なんか許せないからね。こう言っちゃ悪いけど、人なんか許せないよ。人間ってね、自分を許して許して許しまくると、許すことがいっぱいあるってこと自体が不完璧なんだよ。こんなに自分が不完璧なんだから相手だって不完璧だよなとか、そのうち思ってくるの。そうすると自然に許せるようになってくるんだよね。で、許すって自分を許すこと。許すと楽だよ。俺なんか自分を相当許してるよ。だからすごい楽で幸せだよね。でね、どの教えもそうなんだけど、富士山は どこから登ってるかだけで、上に行けば必ずみんなに会えるの。山の上ってね、お山の大将って我一人だと思ってるんだけど、山登りしてごらん、頂上行くって人がいっぱいいるんだから。そこがいいんだよ。みんな良き仲間が集まって上に上がってきてんだよな。そういうことだよって。これからね、21世紀魂の時代だからね、ちょっとだけ怖い話ね。これからね、戦国時代みたくなってくんだよ。会社でも一流会社が潰れるようなことがあったり、昔は一流会社に勤めてたらずっと永久的に勤められたのがそうじゃなくなったりね。そういうことするとどうなるかっていうと、精神的に壊れちゃう人がいっぱい出てくるの。マルカンって健康食品売ってんだよね。でも健康食品売ってる会社っていっぱいあるんだよ。わかるかい？で、健康食品いっぱい売ってる会社があるけど、心の問題をやるとこってないんだよ。だからうちの社長たちにもできたら一生懸命やって教えてほしいな。花江さんとか理恵さんとかお弟子さん取ってくれてる人もいるんだよね。だから良き仲間が増えないと日本中困ってる人っていっぱいいるので、苦しんでてね、壊れちゃう人がいるんだよ。壊れたらちょっとずつ治んないよ。うちの会社ってバラバラなんだよ。社長たちも意見合わねえんだよ。だけど、いや、それはいけないって言うんじゃないんだよ。俺がこう言ったらこうとか、ああ言ったらああとかっていう時代じゃないんだよ。一人一人自分の意見があって自分の生き方があるんだよ。自分の幸せ求めてごらんって言ったら、もう一回学校行きますっていうのが幸せな人もいるんだよ。今日から学校辞めますっていうのが幸せな人もいるんだよ。人って全員違うんだよな。自分の幸せって何だろう。自分はどう生きたら幸せなんだろう。もう一回考えてみてね。で、どれが合ってるってことはない。世界中でたった一人なの、自分って。だから自分に合ってる生き方があって、自分に合った花が咲くの。だからおしゃれも全部違うの。わかるかい？これからみんなで富士山を登っていくんだけど、今日色紙に富士山の絵描いてあったでしょ。あれ有名な先生が描いたんだけど。あの先生の特徴は富士山ですとか書いてあるんだよね。でもあれが俺の富士山なの。だからみんなもこれからね、自分はこうなんです、自分はこれが幸せなんです、それが分かった時ね、幸せな人がいっぱい集まってきて幸せな国ができると思います。どうもありがとうございました。
さん、ありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いいたします。